これで今日のゲーム面白くなってきました。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんから ね、 そ、 うですね。それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。柔らかいボール、ファーサイドへのボール、ビリア、この柔らかいパス、緩いボール、右サイド上がっていく、撫でるようなボールタッチ、長いボール縦へ、さあカウンターのチャンスになります。ボスエロ、最近はその成長ぶりがよく目立っていると、先日監督のコメントもありましたが、これはチーム内で一目置かれているというと。シュート、シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。そうですね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったということじゃないでしょうかね。今日2点目のゴールです。さあバレンシア、待望の1点をもぎ取っています。いや、このチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で選手間の意思疎通が取れているなと思いますけどもね。ビリア、アンドレア・コンティ、ネット、いや今のは決められてもおかしくないですよね。安心ですね。ミラー、チャンスを迎えたシーンがありました。ロドリゴ、スソからクトローネ、スルーパスを出す。ミラーとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。これ仕掛けるか、コンカブリアからロドリゴ、バレンシア、ベンチに動きがあります。クリスチャン・サバダから大きく立て、自分で行く、どうだ、集中力いいですよ。ここはすぐ奪い返します。ミラー、いけるか、起きましたよ、抜けてくる、さあどうする、シュート、これはどうだ、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。チャレンジはしません。後ろに流す、バレンシア、ここでファウルをもらいます。ここはキーパー処理しました。かわした、ファウルないですね。
デニス・チェルシェフからガメイロ仕掛けるか打っていった。いやー追加点バレンシア決定的なゴールになるのか。今のゴールなんですが中盤で奪ったという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね、はい、監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあバレンシア勝利へと導く1点となるのでしょうか。バレンシアとしては非常に大きな得点ですね。無理に攻めていく必要がなくなってきますからね。クリスティアン・サパタ本日ワンアシストです。アンドレア・コンティ、ボナベントゥーラ、ボナベントゥーラから緩いフィードボール、両チームともメンバー交代があるようです。ミランとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、うん、背後のスペースを意識してるんですよね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、うん、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているのでだんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースが出来やすくなってしまうので、ええ、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってますよね、うん、まあその相互理解がないと穴が開いてしまうということですね。そうなんですよね。パスができない、みんなからビッチーニ来ましたよ。中盤で持っていく、さあ来たシュート、ミラン完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあミラン同時に2人の選手が入れ替わります。このボールはスソ狙っていきます。ここでワンツーを見せる、ミナ右サイドへ振って自分で行く、まだ持っている、ボールが上がる、ベイしっかりと抑えました。バレンシア大逆転。さあいかがでしたか。バレンシアとしては見事にひっくり返しましたよね。特に後半はリズムに乗った攻撃を見せてましたし、やはり自分たちの時間帯をどれだけ効果的に使えるかで勝負が決まってしまいますから、素晴らしい試合内容だったと思います。はい、そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルチャンピオンズカップアジア、バレンシア勝利して勝ち点3を手にしています。